マダバはヨルダン西部の都市でマダバ県の県と首都アンマンの南西3 5トル、視界の東の大地上に位置する人口は約6万人でヨルダンでは第5位東ローマ帝国時代及びウマイヤ朝時代のモザイクが残ることで知られており特に東ローマ帝国時代のパレスチナ及びナイル川デルタを描いたモザイクでできた大きな地図が有名 マダバ周辺には新石器時代以来人が住み続けた。マダバの町は、青銅器時代中期に遡り、かつては、モアブの境にある町で、旧約聖書の民数二21章30節及び、吉ア期13章9節では、メデワの名で登場する。ナバテア王国の支配下にあったマダバは106年に、ローマ帝国に支配され、アラビア属州に編入され、7世紀まで、 東ローマ帝国により統治された。その後はイスラム帝国及びウマイヤ朝の統治するパレスチナの一部となった。マダバのキリスト教徒共同体や司教に関する最古の言及は451年のカルケドン公会議の記録の中に見られる。この地方の首都ボストラの大司教のコンスタンティンはメダベニ、司教ガイアノに代わり署名を行っているが、このメダベニが 現在のマダバにあたる。746年の大地震で破壊されその後は再建されず廃墟となったが、1880年に二人のイタリア人主催に引きられた90家族のアラブ人、キリスト教徒がカラクからこの地に移り住み、以後、現代のマダバの街が古代の街の後に築かれていった。また、廃墟の中からモザイクなどが発見され、 乏しい文献資料を補う考古学的発見が続いた。1897年の時点で10カ所の教会の跡があったが、現在では拡大した市街地の中に取り込まれてしまっている。マダバの考古学公園のヒッポリュトスホール聖教会の聖ゲオルディウス聖堂から見つかったモザイク地図の一部、聖都エルサレムの部分モザイクは最初偶然に発見された。 19世紀末、新たに、マダバに移住した人々が家を作ろうとして、古代の廃墟から霧石を運び出していた際に、床を飾っていたモザイクが出現した。マダバの新住民たちは、サイらからモザイクの重要性を教えられ、以後見つかったモザイクは、すべて丁寧に保存された。1896年、モザイクでできた古代エジプトパレスチナの地図、いわゆる、マダバ地図が発見され、 一年後にその成果が出版された。この発見は古代世界の地理に関する貴重な資料として各国の学者の関心を集め、モザイクの保存と発見に情熱を注いだジュゼッペ・マンフレディの熱意を受け継いだ住民にも誇りを与えた。マダワはヨルダンにおけるモザイクの都となっており、モザイクは観光の目玉にもなっている。市の北側は古代のモザイクが集中する地域である。 東ローマ帝国及び、ウマイヤ朝の時期、現在の市街地の北半分には、ローマ街道につながる列中道路が直行し、地図の境界、ヒッポルトスの邸宅、聖母、マリアの教会、預言者エリアの教会と、地下聖堂、聖巡教者教会、焼けた宮殿などが建っていた。マダワのモザイク地図は6世紀のパレスチナエジプト地方の様々な地名を記載した地図で、 聖教会の聖ゲオルギウスのバシリカの床を飾っていた。200万個の石のかけらでできたモザイクはパレスチナの岡屋田に町や村を表している。また東ローマ時代のエルサレムを表現した現存する最古の地図でもある。町の横に聖なる町と書かれ、6世紀当時のエルサレムのランドマーク、例えば列中が並び点が連なる南北の大通りや聖墳墓,墓教会など この地図は70年のエルサレム行為戦で一旦破壊された後、135年に終わったバルコクバのランゴに再建されたエルサレムの姿についての研究を進める重要な資料となった。その他のモザイクの名品は、聖母教会、首都教会、考古学博物館などにあり、花や植物、鳥や、魚、動物や、その他珍しい獣の豊かな描写、 神話の風景、狩り釣り、農耕などの日常の営みなどが描き出されている。さらに5世紀から7世紀にかけてのモザイクがマダバの街中から発見され保存されている。市民の半分以上はムスリムだが、ヨルダンに住むキリスト教徒の多くがマダバに住み、市民の35%から40%はキリスト教徒である。市内には多くの教会がある。マダバは、 新設大学の予定地に選ばれ、旧市街から遠くない場所に新しい住宅群の建設が進んでいる。また、クウェートの会社がまだ場に新しく作られるオフィスビルに出資している。ありがとうございます。